おはようございます。一番札所の最寄りの駅坂東駅に着きました。これから一番札所に向かいます。いやー来たで。おはようございます。一番良天寺極楽寺着きましたね。来た来た来た。2番極楽寺、3番金泉寺。村の方から教えていただきました。カッチンコチンコって冷たくて気持ちがいいです。ありがとうございます。いや助かる。
4番大日寺。こんにちは。ベリーホット。暑い。very very hot。こんにちは。暑いですね。雨降らないですかね。寝よくなっちゃストレス。ああ、見ません。え？私は見今13時50分。今日の宿6番札所の1キロぐらい手前で歩いてます。疲れた。疲れました。めちゃくちゃ暑かった。30度。
別格行く予定だったんですけど、力不足で一番は断念します。最後一周して、まあ、余力があれば大山寺行こうと思います。今日の宿坊安楽寺は温泉山って言われるだけあって、お風呂が温泉なので疲れを癒してくれます。楽しみです。いやートレーニング不足ですな。3時間過ぎたぐらいからガクッと力がなくなって、暑さも変わって、まあどうにもこうにも進まない感じですね。体が重たいんですよ、自業自得ですけど。昼過ぎから雨が降りそうな景色に予報通りなってます。宿坊のチェックインが多分15時からなんで、ちょっと早く着いちゃうんですけど、まあ、雨途中で降られるよりは着いて待った方がいいんで待ちます。いやーしかし四国のおせったり文化は素敵ですね。こちらの農協所の人が、台風大丈夫ですかねとか、今日は暑いですねとか、お接待させてくださいって言って、蝶びたとか氷とかくれたり、子供が通りすがりに挨拶してくれた。あと800、絶対文化です。癒されます。なんか普段生活してると忘れてるような、そういう気持ちがお遍路では感じられて、だからこんなにきつくてもまた来たくなるというか、お四国病にかかっちゃうんでしょうね。
いやしかし情けない情けない、もう疲れるとは。100メートルぐらい前に同じくアルキオンフェノさんがいるんですけど、彼も安楽寺で泊まるのかな。荷物が重い。11キロはやっぱり重い。まあ、減らせるものもないですけど。前回雨降って休んだお辺の小屋があるかな、確か。前回行けなかった五百羅漢寺とか今回行ってみてものすごく良くて、いや行って良かったと思いました。いやさすがです。何回も行きたいな。よいしょ。これどこだ。あれもう2泊になってるから6泊も悪いだから、まあいいや。あれ前回休憩した小屋がねえな。うん、屋根が見えました。今日はこれで終わりで、明日は雨かな、明後日は台風かな。お遍路転がし昇山見て台風はさすがに危険です。どうしようか、連泊するか行くか、まあ、台風次第です。あと 200m じゃないような気がする。気のせいか。遍路協会の人とかはいろいろシールとか貼ってくれたり、石、昔の矢印とかかなりお祈りとかお祈りしてくれたりとか助かります。
2回目の癖して温泉の舐めてましたよ。特に飲料水帰る時に買っとかないとね。着いた。6番安楽寺。